体まっすぐに。サービスセンター。福田さん、ありがとうございます。じゃあマイク突き出すキーください。ありがとうございます。じゃあキュンください。ありがとうございます。はい。じゃあ起き上がって頭の上でクロスする福田さん。はい、じゃあ行きます。はい。じゃあ振り返りいただいてもいいですか。ありがとうございます。では行きます。そのまま右手でピースいけますか。あ、ありがとうございます。じゃあ、うん、じゃあ後ろ向いてください。よいしょ、はい、手を下ろしていいです。はい、もうちょっと体ねじれる。僕も受ける。そう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 、ちょっと足開き気味しますか。はい、それがいいですね。かっこいいです。はいはいはい、いいですね。はい、逆向きがください。逆向き、はい、それでまた向こう側の手でピースしてもらえます。はい、そうです、はい、このままお願いします。あ、いてもいいかげんで、はい、でそのままでお願いしますね。でもうちょい笑顔でお願いします。で、そのままでお願いしますね。で、笑顔でお願いします。アップ取りますよ。はい、片手でピースしてください。で、両手でピースしてください。で、もうちょい寄せてください。はい、こんな感じですね。で、そのままでお願いします。上旬に都内のスタジオでやってました。今回の作品はストーリー仕立てになってます。チャプターごとに別です。そうですね、全部ストーリーになってます。簡単な紹介を。はい、最初は私が教師の役から始まって、でなんか回想シーンになって生徒役みたいな感じなんですけど、なんか珍しいところとしては、その普通だったら先生役とか生徒役とかに一本にまとめられると思うんですけど、なんか今回の作品はもうなんか両方の美味しいところを両方と出てみたいな。でさらに、最後のシーンではなんかその教頭先生の、難しいんですけど、なんか私が先生役の時の、難しいんだよね
なんか教頭先生とあの男子生徒役の2人に挟まれる自分みたいな最後シーンがあるので、なんかそういうところに注目してみてほしいです。自分が最初生徒でその後先生、自分が最初そうですね、先生で男子生、相手が男子生徒役で、で次に、回想シーンで自分が生徒で教頭先生みたいな感じ。パッケージの裏を見ながらでいいんで、どんなシーンがあるかもう少し詳しく2、3紹介お願いします。そうですね、あ、なんか印象的なシーンとしてはどこだろう、なんか教室のシーンがあるんですけど、このジャケットのこのこれがなんか結構インパクトあると思うんですけど、これが教室のシーン、教室で撮られてるシーンで、なんか絆創膏のなんかもう何て言うか、下着の下に絆創膏みたいな、下着からもさらに脱ぐかいみたいな、なんか2段階楽しめると思います。あと何だろうな、他はそうですね、なんか飴を2本舐めるシーンがあるんですけど、それが結構珍しいなと思って、はい、自分的に私なんか推しポイントです。なんか苦労したシーンとか、苦労したシーンはなんか図書室でアイスを舐めるシーンがあるんですけど、ホームランバー一箱全部食べましたで、なんか寒かったんで結構そこが大変でした。ホームランバーですか、あ、多分12本あれ12本じゃないかな、10本か12本だと思う。なんでそういうの食べるんですか、なんかなんか12本全部収納されてるんですか。いや、全部1本でつながってるんですけど、なんかそのカットカットで全部新しいのになんか取り替えられてて、そうですね、多分半箱ぐらいは食べてると思いますね。ホームランバー12本食べて、はい、当たり出ました、出なかったです。え、あれ当たり入ってるんですかね、箱のホール。普通は出すには最低1個ぐらい入ってるんですか、見てないですなんか恥ずかしかったし、あ、もう全体的に恥ずかしいですこれ本当になんか露出が少ない衣装が全くないんですよ。もうなんか手ぶらかペラペラの布かみたいな、シールかみたいな感じだったんで、もう全部恥ずかしいです、はい。セクシーだったところ、セクシーだったところはそうですね、このなんか亀甲縛りのシーンかなと思います。結構そのなんだろう、ビデオで見てもセクシーだと思うんですけど、なんか写真で見たときに結構インパクトが強いので気に入ってます。なぜそうなっちゃう、教頭先生、あ、そうですね、なんか教頭先生とのシーンのところなんですけどなんかちょっと昭和を感じますすいません、あの生徒時代の先生が今の教頭先生という、はい、生徒時代の先生、あ、そうですそうです、今の教頭先生ってい う、ね、そうですシーンです。はい、すいません。一番のお気に入りのシーンは、一番のお気に入りのシーンは、綺麗に撮れ、なんかなんて言うんだろう、綺麗に撮れてて好きっていうのがやっぱこの亀甲縛りのシーンで、まあ、やっぱりなんかその頑張ったシーンはこのジャケットのシーンだと思います。はい、今回 DVD 点数をつけるとしたら100点満点、あ、でも結構高いです、80点ぐらいかなって思う。あとは20点ですか、まあ、なんだろう、どうだろうな、20点は、まあ、もうちょっと、まあ、なんだろうな、ボディを絞れればよかったかなと思いますぐらいですか。結構、こう縛りのシーン、はい、これまで経験はあるんですか。経験、あ、亀甲縛りですか、はい、あ、初めてです。されてみていかがでしたか。あ、でもなんかこの亀甲縛りのなんかそのなんて言うんだろう、キットみたいなのがあるらしくて、なんかそれで縛られたのでなんかあんまりなんか縛られてる感がないって、普通の衣装っぽくつけてもらいました。目覚めちゃった感じですか。いやーいやーって感じですね。なんかこの亀甲縛りの時のショーツがめちゃめちゃちっちゃくて、なんかこれがなんかギリギリのラインだったらしいんですよ。なんかそこが
なんかこの亀甲縛りのこのなんか結び目で結構ごまかしてるんですけど。あとこのインパクトがあるといえば泡のシーンなんですけど。そうですね。大変じゃなかったですか。泡のシーンはでも2回目でなんかその前作の時もやってるんですけど、なんかその前作の時になんか結構私泡で肌がかぶれちゃって。で同じスタイリストさんだったのでなんかそれを知っててくれて、なんか結構泡とかもなんかその2作目よりも3作目の方がなんかなんていうのちゃんと手で泡立ててくれたみたいな感じだったので、なんか慣れてたので結構大丈夫でした。時間との戦いとかありますか。あ、でも2作目の方があれですね、なんか2作目の時は結構もう泡がそのままなんていうのボディなんだなんていうんですか、あのハンドソープみたいな泡で出てくるハンドソープを使って、なんか3作目は結構石鹸からこうやってやってくれたので、なんかそんなに時間が経っても落ちなかったです。なぜニップレス、マントコのニップレスになったのか、なんか理由があるんですか。いやー、わかんないんですけど、なんかその衣装を編んできた時になんかもうちょっと本当はなんかイラストで見せられたんですよ。イラストでこういうイメージでみたいな見せられたやつがなんかもうちょっとなんて言うんだろう、傷口に貼る絆創膏みたいなやつだったんですけど、なんかさすがにこれはちっちゃすぎるでしょみたいな、フィクションすぎると思って、なんか膝用の絆創膏みたいな感じになってました。その初めから つけていって展開させて。そうです。だからすごいびっくりすると思います。なんかこれ以上展開がなさそうな感じなのにみたいな、さらに脱げるんだみたいな感じを狙ってます。今日着てる水着はなんかおしゃれ。ね、自分のなんか結構前に買ったんですよ。グラビアを始めた頃に買った水着なんですけど、なんかあんまり着る機会がなかったので、はい、今日着てみました。今後の仕事のご予定は。今後の仕事のご予定は3月12日になんかあの寄せ集め写真集みたいな写真集が出ます。なんかその17人ぐらい写ってるんですけど、その中の一人に入ってますってぐらいですか。はい、シアドンもありがとうございます。はい、ありがとうございます。カルダマスクが入ってます。はい、じゃあ取ります。はい、逆の手を腰にバチッと当てたってギューってギューってしながら持ってください。そう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 でございます。そうでございます。はーい。オッケー。もっと正面だけ。オッケーオッケー。頭の上乗っけてください。よいしょー。とーっとー。はい。はい。はおへその前でーす。そのもうちょっと下かな。もうちょっと下。うん、そう。それぐらいです。それぐらい。はい。はいはい。うん。で後ろ向きください。はい、パッケージはこっち。片手持ち。左手はちょっと下ろしてください。そうです。そうでござんす。そうでござんす。あ、いい感じ。おいおい、逆もください。あ、いいですね。おい。はいはい、それがバッチリいいです。かわいい。あー、いったら敬礼しちゃいますか。また敬礼。はい、そっか、ピース。はい、オッケー。いただいてもいいですか。ありがとうございます。では行きます。はい。
そのまままた指差し行けますか。そうですね、ありがとうございます、はい、じゃ反対向きもいただいてもいいですか。ありがとうございます。そうですね、で、はい、